ユンカース189飛行中の試作初号機。ユンカース189は第二次世界大戦に先立ってドイツ空軍のためにユンカース社により開発された重爆撃機である。2機の試作機が製造されたが量産されることなく開発プロジェクトは放棄された。本機の設計要素は後のユンカース社の航空機に取り入れられた。1930 重戦略爆撃機という機種が、この役割を果たすのに必要であった。ウラル爆撃機計画という名のもとに、ベイファーは、ドイツの主要な航空機製造会社である、ドルニエ社とユンカース社の2社と長距離爆撃機の要求仕様について秘密裏に折衝を始めた。2社はそれぞれに、ドルニエの19とユンカース189を提案し、1935年に、ドイツ航空省は、 双方の試作機を発注した。RLM は2機の試作機と9機の全量産系を要求したと言われている。189とその協作機のドルニエード19の両機の将来は約束されていたが、1936年にベーファーが航空機事故で死亡してしまったことで空軍内に起こった方針転換の犠牲になった。彼の後任のエルンストウーデットとハンシエーションレクは、 原材料も工数もそれほど必要としないという理由でより小型の航空機を好んでいた。彼らは急降下爆撃機のユンカース1 87を支持しており、敵国の工業力を破壊するよりも近接支援と戦場で相対する敵国の空軍力を破壊する政策の支持者でもあった。ウーデットといえ、ショネクは第一に陸軍の作戦に直接協力する。 戦術爆撃機の必要性を強調することによって、ヘルマン・ゲーリングに方針転換の正当性を確信させた。電撃戦の初戦における戦果によって、ゲーリングのこの革新は裏付けられたように見えたが、戦略爆撃能力の不足は、バトル・オブ・ブリテンでのドイツ空軍の活動に深刻な影響を与えた。1937年4月11日2089。 の試作初号機 D アフィットは、ハッセルバフ派の操縦で初飛行したが、それから2週間半後の4月29日に、RLM により2機種の戦略爆撃機の開発は、キャンセルされた。この段階でのキャンセルの理由は、重爆撃機の燃料消費量が多いということと、ユンカース1088のような中型爆撃機であれば、多量に製造できるということであった。 ドイツ空軍で使用される189ユンカース社は189の試作2号機 D アラットを1937年7月に完成させた。ユンカース社は2機の試作機で大型機の安定性と操縦性の研究のために飛行テストを続けたが、試作3号機は開発がキャンセルされた後で組み立てが中止された。このテスト期間中に八十九は千キログラムを搭載して 312メートルと1万キログラムを搭載して7、242メートルという2つの積載高度記録を樹立した。1938年6月4日に、ユンカース社は189の試作に号機 D アラットで5000キログラムのペイロードを積んで9312メートルの高度に到達した。 1938年6月8日に D ・アラットは1万キログラムのペイロードを積んで7242メートルの高度に到達した。1938年遅くに試作機は2機ともドイツ空軍に移乗され大型輸送機として使用された。189の試作機は2機とも1939年末にスクラップにされたが、ある情報ではその翌年に ノルウェーで使用されていたとも言われている。テスト期間中に、ルフトハンザ航空は189派生の旅客機型に興味を示し、ユンカース社は未完成だった試作3号機をユンカース1 9 0として再組み立てした。ありがとうございます。